弊社日本バイナリーのブースでは、現在CAD の画面をですね VR の、スクリーンに表示するためのソフトウェアの展示を行っております。テクビズというソフトウェアになりまして、こちらはCAD の画面、こちらのように CAD の画面にですね表示する3D のオブジェクトをこちらの3面のスクリーンのような VR のスクリーンに投影するような形になっております。で、一般的なこういった VR 対応のソフトウェアと違いまして、CAD のソフトウェアに表示されている内容をですねそのままVR の画面に表示します。で、リアルタイムに表示しますので、少しでもこう CAD の画面の中で何かをこう変更すると即座に VR の画面にも反映されるようになっております。頭にこうメガネをつけてますので、こちらのメガネがですね上についているカメラによってトラッキングされております。で、トラッキングされておりますので、VR 空間の中をこう歩き回りますと、頭の位置によって映像がこう随時変化してですね映像の中をこう歩き回ることができるようになっております。こちらのソフトウェアの方ですね、設計、製品の設計とかの段階でいろいろなこうシミュレーションをやっていただくときにお使いいただけるような製品になっておりまして、例えば部品の組み立てとか組み付けのシミュレーションですとか、実際に設計段階のデータが1対1のスケールで見たときにどういうふうに